横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはベイスターズです。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。内へのボール外れました。ボール先行です。インコースへの変化球、ストライクです。際どいコースには投げ込んでいます。入りました。フルカウントです。打ちました。バッターは2番に入っている山田。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは菅野、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。亀井が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球空振りです。さあ、2球目は何か。2球目打ちました。バッターボックスには指名打者の柳田。藤波、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。3番バッター坂本。ツーアウトランナーありません。この回のベイスターズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ、簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。次が3球目。見逃し三振。スリーアウト、チェンジ。2回になります。ジャイアンツの攻撃。バッターボックス、ブラゼル。ベイスターズ、得点に動きはありません。0対0で最終。インサイド落ちました。高めスライダー外れました。3球目は何で来るか。変化球インコース、ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込みました。引っ張った。打席には5番バッター吉田。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。ボールになります。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。バッターボックスには6番落合。ツーアウトになっています。これが初球。初球打ち。バッターは DH バース。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ、初球は何か。最初は変化球できました。ボールになります。バッター有利なカウントになりました。見送ってストライク。155キロ。痛烈な打球、一直線。ベイスターズ、バッターボックスは8番坂本。ベイスターズ、この最終回で得点を許しています。小宮山さん、初球打ち。DeNA ベイスターズ最後の攻撃になります。バッターは丸。ベイスターズビハインドで迎える最終回です。
西さん、最後の攻撃何としても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね。頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。三振になります。ワンアウトです。打順は5番吉田。藤浪、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。変化球空振り、ツーアウトになっています。6番バッター浅村、ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。インサイド変化球決まっています。打った高く上がった。さあ、そして打席には中村が入っています。さあ、得点圏にランナーを置いています。ここからの反撃を信じて、まずはこのランナーを返す。ストレート打った、一塁アウト。これで3アウト、試合終了。